おはようございます。フォルテです。おはようございます。フォルテです。ゆなちゃんだよ。こんにちは、ひょうたんです。はい。というわけで、歌の先生ありがとうございました。いえいえいえ、こちらこそ。ピアノちゃんもありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。今日は、フォルテジャーナリズムのお時間です。ティー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 フォルテー。はい、というわけでまず2人の自己紹介をもう一度させていただきます。僕の方から大丈夫ですか？しおたんは東京芸大を卒業されました。で、ピアノちゃんは言ってもいい？ダメ？いいよ。東邦の音楽大学を卒業しました。で、この2人からちょっとあと様々ななんで音大に行ったのかとか、音楽をやってよかったのかとか、あとはどんな演奏家になりたいとか、さまざまな質問をぶっ飛ばしていきたいなと思いまっちゃ。まず、しおたん。はい。なぜ芸大に行こう、音大に行こうと思ったんですか？芸大、音大に。ああ、そうですね。あの高校がまあ音楽高校、音楽科の高校だったので、そうなんですね。まあ、ずっと自然な流れで音楽続けるっていうのは自分の中であったんで、まあそれで行っちゃったって感じなんですけど。まあ、なんだろうな、やっぱ歌うことが好きで、うん、これからの人生ずっと音楽に関わっていきたいなって思ったので行きました。ではなんでピアノちゃんは音大に行こうと思ったの？そして歌を専攻しようと思ったんですか？ピアノちゃんは、まあ、しおたんと同じようにもともと高校が音楽科で、うん、まあでもピアノちゃんはもともと高校で進学校に行こうとしてて、まあ、その進学校落ちちゃって、ね、そんなネガティブな話をするまあいいでしょう。落ちちゃって、はい、落ちちゃって、その滑り止めに受けてた音楽高校に行くことになってから、こうね、ピアノちゃんのこう音楽人生がこうスンと進んでいった感じがありますね。歌はなぜもうあの習おうと思ったんですか？もともとピアノ専攻じゃないですか、うんうんうん、でも歌を大学で始めた理由っていうのは、うんうんうん、元々ピアノちゃんその高校に入った時にピアノ科っていうのはこう必修でこう副科生学っていうものを取らなきゃいけなくて、1週間に1回2、30分のレッスンかな、でその福岡声楽でやってたレッスン、歌に触れた時にすごい楽しくて、歌うことがで、こう先生にもこうね、こう後々も続けた方がいいよって言われて、こうちょっと大学になってからも頑張ろうかなと思って歌いやりました。ありがとうございます。何歳から音楽をやってるんですか？4歳からピアノ始めて、うん、でまあ歌始めたのは中2で、なんかそこは合唱が結構盛んな中学校だったんで、うん、まあ歌の楽しいなって思って。合唱部だったんですか？いや、吹奏楽部なんですけど、まあ、合唱部なくてなんとなく始めたっていうか、最初の企みが本当にあって、企み何ですか？純粋にオペラが好きだから声楽やったとか、そういうことではなく、はい、アニメが、はい、歌のアニメ。何のアニメですか？マクロスです。マクロス、あ、聞いたことあります。あ、知ってます、知ってます。むしろあの昔僕ゲームやってました。あ、本当？はい。何のパチンコあのマクロスで、まあ、歌ってすげえなって思って、うん、私も歌で銀河を救いたいみたいな、銀河を救う、ね、というなんかね、なんかあんまりよ、始めるにふさわしい理由ではないような、いや全然ですよ、気もするけど、それでまあアニソン歌手になりたいと思ったんですよ。おー、すげえ。でも親はもちろんそのアニソン歌手になるために応援してくれるわけないなと思って、うん、声楽だったら怒られない。あ、その派遣上でってこと？そう。で、基礎だし、これ学んだら絶対うまくなるからみたいな感じで、で、まあ、声楽慣れ始めて今に至るっていう、なるほど、ね、ことですね。すげえな。そこで芸大まで行けるってのはすごいね。すごい。え、もうその高校時代、中学校時代のそのレッスンとか結構大変だった？いやでもな、そんなでもないって、すげえな、今だから言えることかもしれないけど、東京芸大のでもその、あの倍率って結構高かったよね、歌とか特に、うん、結構難しい登竜門と言われてるもんね、うん、そんな中を卒業して、いや運が良かっただけです。いやー、すげえな。
ピアノちゃんは何歳から音楽をやってますか？ピアノちゃんは4歳か5歳からどっちだったか忘れちゃったんですけど、多分5歳、うん、年中からピアノを弾いてます。へー。歌の出会いはもうカラオケが好きだったけんとか？歌の出会いはさっきも言った通り副科生学でこうやった時が結構まあ最初だったんだけど、まあ、でももともとはまあピアノだったから、ピアノずっと頑張ってきました。ありがとうございます。じゃあこれを聞いてもいいですかね。僕それこそ普通の大学だったんで、もう就職することが当たり前だったんですけど、その芸大音大とかさまざまな音楽系 その専門学校とかそういう系の人の就職率が結構やっぱ気になるっていう方が多くて、皆さん就職されますか？なんだろう、結構皆さん院に行くために浪人、院浪、うん、しますね。ほとんどですね。やっぱ院に行ってから留学みたいなのがそのベースの流れ。まあ確かにそうかもしれないですね。不登校も同じですか？そうですね、まあ人によりけりと言ってはあれですけど、やっぱりこのまま音楽っていうのはこうどうしても極めるのに時間がかかる、時間との戦い。じゃあもうしっかり一般就職することの人の方が少ないと。もうほとんどいない。めちゃくちゃ少ない。あ、なるほど。じゃあもし自分の子供ができたら音楽をさせたいですか？うん。何させたい？迷うな。でもまあ全部いろいろさせてみて、うん、合ったやつを極めてほしいなっては思います。矢野ちゃんはもしあの子供が何かやりたいだったらフィギュアスケートをやらせたい。矢野ちゃんがなりたかったもんな。矢野ちゃんはトリプルアクセルを今でも飛びたいです。あ、なるほどね。留学はしようと思いますか？それかもしかしたいと思った？うん、まあ今でもずっとしたいって思ってるけど、うん、なかなかね。そういうのはどこ行きたい？私はあのオペラとかじゃなくて、まあ、普通にアメリカに行きたいです。アメリカ、うん、俺アメリカに筋肉留学行っとった。そうなの、うん、すごい。めっちゃアメリカ好きで2回ぐらい行っとって、2ヶ月ぐらいトータル住んどって、めっちゃ好きで。語学が。あの本当に俺もやべえ、もうあの筋肉英会話やけん。筋肉英会話。バイセップとかトライセップとか筋肉の用語しかやプロテインしかやばん。ほんまにやばかった。ピアノちゃんは留学とかは考えた？一時期こうヨーロッパの方に行こうかなって考えたけど、うん、やっぱりピアノちゃん日本が好き。まあね、日本美味しいよね、ご飯。日本でもできることはいっぱいあるなと思って、日本でやることをちょっとやってみよう。もし音大に行かなかったら何をしてますか？あ、私はあの芸大本当に一つしか受けてなくて、芸大しか、うんうん、滑り止めも受けてなくて。おすげえな。でも落ちたらどうしよう、絶対絶命っていう状態で受験も頑張って、うん、まあでも落ちたらな、やんわり考えてたのが、まあ落ちたら近くの美容系の専門学校に行って。あ、そうか、メイク好きやもんね、うん、あとおしゃれやしね。まあ美容師とかメイク系の仕事かなと思ってましたね。ピアノちゃんは？ピアノちゃんは本当に分かんないです。あれもしあの時一般校通ってたら、ピアノちゃんどんな人生を送ってたんだろうと思いますね。本当に。かわいいな。もう受験は壮絶でした。音大芸大の受験は。うん。なんか今もう一回やれと言われたらできないですね。何が一番ハードだった？いやー、やってることは今だったらキャットできるわけでもないんだけど、なんだろう、受験の期間が長すぎて。あ、いつぐらいから準備しだした？芸大行くって決めたのは。あ、でも私結構遅くて、4年生になってから本格的に。小学校？4年生じゃない、あ、3年生だ。小学校の？いや違う、高3。高 3？ うん、高3になってから。すごい、半年、半年くらいよね、ほんまに。でも高3、まあ、1年たってなくて、うん、そっから本気で。超音とかはもともと知った？まあ音楽高校だから。あ、そっか、全部できてたけど、では意思が固まったのは3年生になってからだから、うん、そっか。2人とも音高出身か。ピアノちゃんもそんな感じ？そうですね、ピアノちゃんももう音楽系のカリキュラムをこうもう授業の中に組み込まれてたんで、まあ、準備自体って言うともし、まあ、3年間かけてっていう形になったかもしれないけど、行きたいところにこうここって決めたのは矢野ちゃんも、でも
2年生の終わりとか、あ、そうそれぐらい結構遅かったかなと思いますね。音楽をやっていこうと思ってる人に向けたアドバイスを最後にいただけたらなと思いますよ。音楽ってすごく楽しくて、自分を表現できるいい表なんだろうもの、も言い方本当に下手くそだな。なのでなんかなんだろうな、難しいな。ちょっとマジでまとまってないわ言うこと。じゃあピアノちゃんから。ピアノちゃんはピアノちゃんもちょっと語彙が少ないんであれなんですけど、ピアノちゃんも好きで音楽をやってる人、その道をこう進んでいくっていうのはすごいいいことだと思います。ただこの世界好きだけじゃ食っていけない。厳しい。だから俺たちは YouTube を頑張ります。こんな感じなんだけど、本当にね、でも本当にそのお互い音楽とかひどい。いやでも本当にそうだね。だって塩田ともだって出会ったのも本当にネット上やしね。そうだね。だけど本当に多分 YouTube を使ってどうにか演奏会とか開けたらな、そのどんどん人気になってね、頑張ろうや。本当にあの食えないって言われてるけど、俺たちが食えるっていうのを証明させて。そうだね。うん、どうにか自分たちで行動すれば必ず食えるんだ。そう。だって。音楽って特殊技能的なもんだからさ、本当にそうだね、特殊能力だもんね。特殊能力だから、でもそれは極めたら本当にかっこいいからさ、そう、あの諦めないで音楽続けてほしいなって思います。しっかりお金になるんだっていうのを証明して、その何お金のためにやってるとかなんて、でもやっぱりお金って大事やけん。そのために俺たちが勇気を与えるような感じの出していこうかなっていうので、まあ、演奏でね、人の心を動かすってこともできるからさ、そうそう、すごいことやってると思うんだよね、音楽って。そう、これからガンガンやっていこうかなと思うので、皆さんありがとうございます。ここまで見てくれてありがとうございます。今後もまあコラボ予定合わせてやっていこうと思うので、皆さんこれからもよろしくお願いしましょう。しおたんのチャンネルのあるしおたんのチャンネルの方も概要欄貼っておくので、みんな見てください。それではお願いします。グッバイ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 。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してね、なったらチャンネル登録してね、ゴリバチョー。